住吉駅、名駅、灘駅間、現在の住吉駅六甲道駅間に存在した鉄道トンネルである。日本で初めて開削された鉄道トンネルということで特筆される。大阪、神戸間に日本で2番目の鉄道を通す際、当時の車両は勾配に弱かったことから、天井側であった芦屋川、住吉川、石屋川はトンネルを開削し、その下を通すことになった。 その中でも最初に改作されたのが、この石屋川トンネルである。1871年7月に竣工し、1874年の鉄道開通で共用が開始された。設計はイギリスからの親とい外国人によってなされ、水流を仮の目標で変えて一旦川を取り崩し、レンガを積みトンネルを組み立てた後、再び川を埋め直すという改作方法が取られた。 東海道本線の全通後、1894年には、輸送量の増加に合わせ当線の複線化が決定する。この時は、トンネルの下半分を掘り下げ、垂直にする工法が取られた。さらに1919 19年には複々線化に、代用するための工事が行われる。この時、トンネルは解体されて4線を超える、水路橋となった。 1976年には高架化のため、石屋川の地盤強度を高める必要から埋め立てられた。現在石屋川公園には、トンネルがあったことを示す、説明板が置かれている。ありがとうございます。